Oh.
会長返しなさい。あそこにおる。すぐに。会長。無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。 あなたを逮捕しに来たの。<笑>何を今更。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。 何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうんや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、 つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、 そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘や。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。 今までほんまのことが言えんで、すまなんだ、リュウジ。26年前、スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私は、その店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日。
シオンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや、仕方がない話や。私は所詮極道門、スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う、私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ、そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。郷田陣中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件を。関係ない、わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい、私の話は終わってないわ。郷田龍二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない、ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。覚悟はできとるやろね。
長。すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで、リュウジの心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。合田会長。今まで私は大切なことをリュウジに隠し通してきた。ほんまのことを言えば、リュウジが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。リュウジの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長。私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。リュウジと一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田。どういうことや。これは全て私が書いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃあなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです、龍二は神宮恩派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原次郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。
だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せばカムロ町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。ただ何ですか？最後に教える。お前はあの時、風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨좋아우리도가자인욱의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺だ。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか？桐生さん、まだわからないんですか？私は神言派の構成員です。神言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。
ええ。私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ、26年間も恨みを抱えて、このような復讐を計画することなどできません。とにかく、あなたを倒さなければ終わらない。ここで終わりにしましょう。キリュウ、まだや。もうお前との勝負は終わっている。遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。来る、動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。すべてお前が裏で仕組んだんか。カオリ、会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。オメ連合を裏切って神言派と手を組むんか。裏切る、何をバカなこと。高島は神言派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう、そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。寺田！自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前。
私はお前近江をどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合六代目となり、東条会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに神言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前ゴーダさん、どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田、最後に俺を信じて。何？畜生、なんてことをしてくれたんだ、このバカ野郎が。少しでも動いたら迷わず撃ちますよ。構わないわ、撃って。カオル、カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウ、カズマ、お前には撃てない。人を見殺しにできない。それがお前の弱さだ。カズマ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。裏をかかれるとは。男はのう、バカなくらいでちょうどええんや。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのや。その通りだ。ちょっと何してるの。爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。いや頭がボーッとしてきよって。早いとこ蹴りつけようやないか。
行け。そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通り、早う逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上、家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあわしらもうボロボロや。どうせ助かる時間がないや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。さあ、お互いあんま時間はないな。いいか、行くで。ああ、手加減はしねえ。来い。
ガンと同じ匂い。おガンのことを覚えとるんか。そうか、かわいそうにな。顔も覚えとらんときに別れてしもうたんか。どんな人やった。お前によう似とる。初めてお前に会ったとき、おかんを思い出したからの。こないに可愛い妹がおったとは。もっと早う知っとればな。こんなことにはならんかったかもね。いや、わしの体には人魂派の血が流れとるんや。いずれこうしてのたれ死ぬ運命やったんや。まあ思ったより長生きしたわ。笑顔見せてくれや。おかんの笑った顔が好きやったんや。お兄ちゃん。時間がありません。キリュウ、聞こえるか。もうすぐ爆発する。早く逃げろ。おじさん。カズマ。早く逃げないと危ないわ。お前だけ。逃げろ。何を言ってるの。俺はもう動けない。諦めないで、私が背負っていくわ。お前だけ逃げるんだ。分かった。それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。早く逃げるんだ。うるさい。私はあなたと一緒にいるの。近づくのは危険です。時間もない。我々も退避します。キリュウ。おじさん。あと1分ないのか。はるかちゃんのこと裏切っちゃったね。そうだな。でもきっとはるかなら分かってくれるさ。うん、そうやね。しっかりもんやしね。
初めてや。Nobody cares.
がとうね。私ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、爆弾が起動したときはどうなるかと思ったぜ。ああ、だがあの時、寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか。いや、分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。